まあ、例えばですね、あのデイサービスなんかも平均 10% 報酬が下がってますし、非常に苦労してます。だから それほど上がってないというところがかなりあるということとともに、もう一つ重要なのは、いわゆるベースアップはあんまりしてないんですよ。なぜならば今回介護報酬過去最大で下げてるんですよね。それで加算というやり方してるから、東京の施設長さんとかの話によると、要は加算だから3年限定なんですよね。3年後にはなくなる可能性も大だと。報酬が上がったわけじゃないから、賃金給料ベースなんか上げられるはずないじゃないですかと。一回ベースというのを上げたら下げられませんからね、月給を上げたら。つまり手当は増えても月給は定期昇給以外はあんまり上がってないんですよ。これが今回のやり方の最大の問題点なんです。